ちょっと木原さんの方から株地に今から入れます。皆さんが上関原子力発電所の反対という気持ちを持って反対の意思を表明するために総会に参加をされるというのは今年をもって何としても最後の日にしたい。私たちは株主提案といって株主の立場から議案も提案をしております。上関原発を白紙撤回をすると、それを中国電力電力会社の事業者の責任として、事業者として自らの自力で上関原発をやめる、国のエネルギー政策とかそういった外部からの圧力でなく自らの力でよって自らが原発をやめるという、このことを表明をしてほしいということを強く迫りたいと思います。頑張ってください。先ほども言いましたように、30年間にわたって町民を分断させ苦しめてきた原子力発電所上関原発は、町長も経済産業省の役人の中からも、もう上関は不可能だというふうな声が聞こえる中、事業者として中国電力の特に指名しました会長、山下隆会長、前社長です。誰指名したかといえば、去年の2月に上関立地プロジェクト庁に就任をして、強引に埋め立て工事を進めてきた責任者の一人であります。責任者であります。この人に回答していただきたいというふうに言って、 山下さんに、あなたの正義と自分の良心に照らして上関原発の白紙撤回をお願い、表明をしてほしいというふうに言いました。そしたら山下さんでない取締役に、取締役が上関原発について小野取締役と言うんですけども、この人は今まで何十年間も聞かれていたバランスの取れた電源構成で、上関原発は必要不可欠です、これだけしか言いませんでした。私は再度山下会長に責任者として答えてほしいというふうに指名をして強く言いましたけども、山下さんは私の顔は見ましたけども何も答えませんでした。もうこれからも上関原発を進めていく方針のようです。そして先日、山口県知事のに関成氏が言ったよ、埋め立て免許の延期のは任期中では承諾しないことを言ったにもかかわらず、一切そうしたことは、まあ、私たちにただ無視して中国電力は進めていくという、そういうふうに取りたいと思います。まあ、これからのまだまだ、夏に国の方針が出されると思いますけど、こちらとしては今までと同様、中国電力に対して徹底的に追い出していく、白紙撤回まで頑張っていくということを確認したいと思いますので、よろしくお願いします。上関原発反対、頑張ろう、頑張ろう、ありがとうございました。もう原発はなくしていきましょう。